このメニュー。どうも、14歳 VTuber の星のみやです。ボイスロイドのキズナあかりです。チキチキチャンネル、今回の動画のお題はこちら。スライム倒して300年の6話についてレビューを入れていきます。やっぱりユリハーレムは最高だぜ。まず今回のあらすじ。前々回の話でレッドドラゴンとブルードラゴンの構想を収めたアズサ。ベルゼブブ曰く、魔王からその功績を称えられ、平和部門の勲章をもらうことになったアズサと相沢さんち、春からが嫌な予感を漂わせつつ、まずロザリーが式典のような格式の高い場所に行けるように幽霊用ドレスを作るアズサ。ここでチート魔女の本領発揮ね。とりあえずアズサの頑張りによって、ロザリーも式典用ドレスに衣装チェンジするのだった。おめでとう。よかったな。嫌な予感がしつつも、リヴァイアさんのファートラさんをタクシー代わりにしつつ、魔族寮に赴く相沢さんち。出迎えてくれるのは、勤務中に風呂に入っていたバーニアさんだった。消される。消される。相沢さんちと関係ないお姉さんなので、もらっていいですかね。ダメです。ともかくお風呂に入ったり、バーニアの振る舞う食事を食べたりして、魔王との謁見までもてなされる相沢さんち。黄昏れるロザリーに、私たちは家族なんですからと良いことを言う春から。基本的に問題児な春からだけど、こういうところあるから愛されるのよね。翌日、風呂に入りすぎて溶けることを心配される春から、ベッドの下で溶けていただけだった。今回は、印象に残る作画だったわね。魔王と謁見することになって緊張しまくる相沢さんちの皆さん。特に嫌な予感を漂わせる春から。しかし魔王は、フレンドリーな合法ロリッコのペコラ様だったのだ。ニパーとか言いそう。ひなみ沢から出る喜びを知ったことを逆恨みされてクレイジーサイコレズとかした親友に無限地獄に付き合わされる人は NG。ともかく魔王ペコラに土下座する春からだったが、ペコラはフレンドリーな魔王っ子だった。しかし春から、頭を上げた時のクリティカルヒットが良い感じで入ってしまって、魔王をやっつけてしまう。何やってんだ、ミカ！他の魔族から、魔王を害した罪で、投獄される春から。こいつ初登場から、いつでも死にかけてるな。あずさたち相沢さんちは、春からを救出できるのか。次回に続く。キャラが出揃ってきたことで、落ち着いてきた感じがあるわね。今回は春からがやたら溶けてて、作画が印象的だったね。シャルシャとファルファに、謎のコネがあるのもいいわね。基本的にスライム倒して300年は、テンプレ設定をガンガン使ってるけど、適度にトラブルを用意したり、緩かったりするのがうまいと思うんだ。大体春からのせい。あとバーニアさん持って行っていいですか？ダメです。なのでご視聴ありがとうございました。